デュドルフといっぱいあってなは、再登用の児童文学作品。1986年度の講談社児童文学新人賞入選作で、1987年に講談社から出版された。差し絵は杉浦藩も、以降、シリーズ作品が全豪冊刊行された。1991年に NHK 教育テレビ、母とこのテレビ絵本で、 堀口忠彦の絵、毒ま虫三代優の語りで放映され、2016年に劇場アニメ作品が制作された。うっかり、長距離トラックに乗ってしまい、岐阜から東京の江戸川へ運ばれてしまった飼い猫のルドルフ。途方に暮れているところで現地の野良猫の親分に出会う。ルドルフが親分に名前を尋ねると、自分は顔が広いからあちこちで違う名前が付けられている。 俺の名前は、いっぱいあってな。との答えが返ってきた。しかしルドルフは、親分の名前が、いっぱいあってなであると勘違いしてしまう。そこから、ルドルフと、いっぱいあってなの生活が始まった。いっぱいあってなは、ルドルフを岐阜に帰らせる方法を模索しつつ、ルドルフに字の読み書きを教える。ルドルフは、飼い猫ブッチーに出会い、岐阜に帰る方法を発見するが、 出発する前日に、ブルドックのデビルと喧嘩して、いっぱいあってが重傷を負う。同名タイトルの 3DCG アニメ映画が2016年8月6日に公開され、観客動員数は120万人、工業収入は14億6000万円である。人間は知らない。僕らの秘密。僕らはそれでも前を向く。 1993年7月7日から11日に、俳優座劇場にて、ミュージカルカンパニーイッツ・フォーリーズが、親と子供のミュージカル、ルドルフといっぱいあってな友達がいるさーとして初演。作曲界済拓タクの最後の企画作品として、ミュージカル化。現在までに500ステージを超える上演を続ける。2016年3月20日に、亀戸文化センター3階ホールで、 人形劇団ポポロが同名タイトルをで使い形式の人形劇として初演する。青、赤、黄、黄緑、新緑に塗られた箱が様々な形に変化する舞台セットで、フルーガボーン、トロンボーン、フルート、メロディオン、パイプフォン、リコーダーなどの様々な楽器を演奏して効果音として使用する。ありがとうございます。